大学のマーさんです。今日はですね、やっと、僕の手元にやってきました。マキタ 40V MAX ですけどね、最新インパクトですね。まあ、2年と3ヶ月ぐらいですかね、1型ですね、この初期型ですね、出てから経ちまして、まあ新機種としてね、登場してきました。はい、ということでね、実際にね、まだ開けてないんですけど、開けていきたいと思います。まあ、このような形で。なかなかね、品薄でね、手に入りにくいっていうのもありましたけど、まあ、僕の場合は直接、マキタの営業所に今回ね、タイミングよく、1本だけありますって感じでしたから、あ、じゃあ、取りに行きますということで、まあ、もちろん金物屋さんにね、問い合わせてから行くって感じですけどね、はい、と言ってきました。ではね、実際のところね、見てないってね、実演もしてないんで、どれぐらい、ね、違うのかっていうのは分からないんですけどね、まあ、実際にちょっと試してね、見たいと思います。ね、まあ、良かったんだけど、まあ、本体のみの方は出荷が遅いとかね、いうことで、問いつつ、フルセットでも1本しかなかったって感じでしたから、結構やっぱ品薄っていう感じですよね。はい、まあ、そして今回のね、目玉というのはやっぱり、ワイヤレス、まあ、この通信アダプターを使うことによって、まあ、アプリで、設定が自分でできる、カスタマイズができるっていうのが、まあ、いいとこなんでしょうね。で、まあ、今回ね、ちょっと、まあ、まだ開けてないんで何とも言えないんですけど、まあ、とりあえず買ってみた。あんまり買いたくなかったんだけど、定価1万2000円するからね、このアダプター。で、まあ、このアダプターに関して言えば、まあ、ちょっとまた、後日またこれを使ったね、感想をね、またレビューでしたいと思うんだけど、まあ、今のところ、専用のアプリを入れまして、携帯に専用アプリを入れて、それからね、これを接続して設定するんだけど、まあ、これ以外、要はインパクトの接続設定以外にこのアダプターは使えるんですかって聞いたら、今のところわからないって感じでしたね。はい、要はこれを使って他の機種で設定ができるような機種が他に出てくるのか、もしくは無線連動じゃない機種にこれをかますことによって無線連動で使えるようになるのかとかね、そういった、まあ、もしかしたら後付けで使えるようなものなのかなって、要はインパクト以外の設定以外でも使えるようになるのかなっていうのも、まあ、あって、まあ、もしそれだったら使えるかな、買いかなって思ったんだけど、今のところインパクトの設定のみってことで、いや、ってことは本体とこれを買うってことは、いや、ぶっちゃけちょっと高いよねこれね。ね、定価1万2000円だから、買い値で言ったらいくらだろう、7000円とか8000円ぐらいするのかな、なってくるんで、それプラスで買うかなって感じで、要は今回はこのね、設定せずにこのね、セットのみの設定、無設定で実際とどう違うかっていうのをね、試してみたいなと思います。はい、そうですね、まあ、形ですよね。まず形で言ったらね、こうちょっとね、頭がね、まあ、頭がね、ちょっと細くなった。ここですね。ここがちょっと細くなって、01パイプはここちょっとね、分厚いんだよね、ここがね。ここ分厚いの。これ分厚いんだよね。で、だから隅っことかはすごい当たって、ちょっと当たって鬱陶しいなっていう感じで、ここちょっとね、ほら、もうボコボコなってるでしょ、これはね。で、今回はね、それがないっていうこと。ね、ちょっとシュッと、頭がちょっと先っぽが、ちょっととんがったって感じですよね。そして、なんか、蛍光色のなんか、ショックのね、吸収剤みたいなのついてたけど、それはもうないです。2年経ったらね。だけど今回はもう初めからないです。初めからないんだって感じで。そして、LED が4灯になった。ね、ほら。前は2灯なんですね。はい。こうなったんですけど。で、まあ、音を聞いてもわかると思う。ほら。もうね、音が違う。だからもうすでに、違うんだっていうのがもうわかるって感じですね。まあ、あと見た感じ、大きさ的にもほぼ一緒？ん？一緒だね。要は頭のね、太さが違うって感じですね。頭の太さがちょっと変わった。先っぽのね。だから、あとは大して変わんないような気もするんだけどね。はい。では、まあ、ちょっと、試し打ちとしたいなと思います。はい、それではね、実際にね、ビスね、打ってみたいと思います。まあ、
非常にね、この初期型のタイプは、まあ、旧型、今となっては旧型ですけど、やっぱりすごくジャジャウマ感があって、使いやすくなったなっていうのは、このやっぱりこのね、ビット、これがやっぱり合うのが見つかったからですね、これによってすごく使いやすくなったって感じです。だから使いにくいなっていう期間が1年ちょいあってましたね。1年ちょい。1年と2、3ヶ月ぐらい使いにくいなってずっと思ってて、やっとこのピットが自分にとって合うピットがありまして、すごく使いやすくなったんで、まあ、よく使ってるようになりましたけど、まあね、そう考えたらとんでもなくじゃじゃ馬ですよね。全然完全にもう素人向けじゃないプロ向けの、インパクトですよね。で今回は非常に牧田さん、ね、営業さんもすごく良くなってますよってことなんで、まあ、僕はね、前からね、エアインパクトでよく使うんで、エアインパクトのような締め心地っていうのを目指してくださいよってね、結構前から言ってるんですけどね、さあさあ、どんな風になったのかっていうのをね、ちょっと見てみたいと思います。ね、まずは旧型でビス打ってみたいと思うね。こんな感じ、うんね、新しい方、音がまず違うっていうのと、結構吸い付き感があるな、良くなったな。ここね、押さえてなくちゃいけない、ここにちょっとなんか意識を集中してないといけないっていうのがやっぱあるんだ、旧型はね。だけど、これはね、結構すごいぞ。全然違う。すごい、エアインパクトに近くなった感じがする。うん。なんだろう。これ確かね、カタログに書いてあったね。これだね。リアルスプリングテクノロジーっていうのが、まあ、今回採用されてるみたいです。そしてね、まあ、素早く打撃開始、そして 2つ目の硬いスプリング、スプリングは2個入っているということだね。まあそういうことですごくカムアウトしにくくなったってことですね。ほら、カムアウト低減って書いてあるもんね。やっぱりカムアウトするってみんなに言われたんじゃないのって感じもするけど、非常にあのエアインパクトの締め心地に近づいたなって気がしますから、すごく使いやすいですね。はい。どれどれ。じゃあ、まあ、細いビスちょっと締めてみるね。こんな感じ。新しいやつは音が違うよ。え、何これ、音全然、え、音が全然違うぞ。どういうこと、うん、ちょっとジャジャ馬感あったね今ね。ではこれは、あー、すごい、めっちゃ締めやすくなってるぞ、これ。めちゃくちゃ締めやすくなってる。全然違う。音もさ、これわかるかな、こうかな、まあ、こんな感じ。音わかるかな、段階がちょっと違うね。うまぐらいになってるね。あー、すごいすごいすごい。全然違うわ。だからもう、いる？いるのかこれ。あれ？これ いらないんじゃないの？いらなくったって結構もういいよって感じになってるんだけどな、今ちょっと使ってみて。わざわざ設定しなくったって、これ、まあまあいいんじゃないのって感じするんだけどな。細かく設定する必要あんのかな、これをわざわざ買ってまでっていうぐらいいい、締め心地ですよ、かなり。これはね、良くなったね。前がまあまあだったからか、余計になんかすごくいい感じに感じるよね。廃校期のインパクトも、まあ何回か僕もね、使わせてもらったことあるんだけど、やっぱちょっとね、癖があるんだよね、あれもね。だから僕的にはそんなに使いやすいなっていう印象はなかったんだけどね。まあ借りて使うぐらいだから、ね、人のやつを、ね、借りて使うんで、どうしてもそんなにね、よく使いやすいとは思わないんだろうけど、これはね、今初っ端から、今箱から出していきなりやってみたけど、すごくビスが打ちやすくなってます。全然違うもん。これ、楽々モードとかさ、いるの？逆に言えばさ、
モクビス締めんの今最強で締めてんだけどさ、前この旧型のやつは最強のモードで、要は強モードでビス締めないでくださいって言われたんだよね。まあカムアウトするとかそんなもあるんでしょうけど、これだったらさ、今全然最強で締めてたけどさ、何の問題なく締めれたから、多分このパワーをまるまる普段使いで使えるような感じがするよね。これはいいな。楽々モードどうなの、楽々モードの木ビスちょっと試しようか。楽々モードの木ビスどうなのさ、これなんか曲がってる。楽々モードの、あ、やっぱしね、ぶっちゃけて言うとね、僕が使うんであれば楽々モードのこの木材モードは使いにくい。ぶっちゃけて話でいくと、もうね、もう最強モードで締めた方が僕は、こういったら歪んでんな、これなんだろう、ね、最強モードでビス締めた方が、なんか、これなんか歪んでない、最強モードでビス締めた方が、締めやすいわ。ああ、全然締めやすい。だからもう、いる？いらない。これもうカスタマイズしなくっても俺これでいいよっていう感じするんだけどな。もう買った以上はちょっとやらなくちゃねって感じですけどね。はい、まあそんな感じで、まあ実際にまあ開けて、使ってみた感想でいくと、猛烈に良くなってるし、ビスの締め心地がすごい気持ちよくなった。緊張感がなくなった。まあじゃじゃ馬だからね。やっとじゃじゃ馬買って、やっと蔵を変えたら、この蔵を変えたらさ、すごくじゃじゃ馬がおとなしくなったっていう感じでね、乗りやすくなったのに、新しいの出てきたら何もせずにみたいな、いきなりおとなしいみたいな感じでね、あ、すごくいい、めちゃくちゃ良くなっただけですね。これはいいな。ちょっとね、あとはまあこれをね、このアダプターをね、実際に試して、どんなに差が出るのかっていうのをね、今度ね、やってみたいと思いますんでね。はい、ということで今日はまあとりあえず、箱から出してみて、実際のとこどんなに違うんだっていうのを試してみたけど、見ましたけど非常に良かったです。はい、ということでね、じゃあまた。